株式会社 FM 北海道は北海道を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。愛称はエアージー。コールサインはジョフ FM。JFN 系の機関局、北海道内発の民放 FM 局として1982年に開局した。設立時には 北海道新聞と同心系の北海道文化放送が中心的役割を果たし大株主となっていたがマスメディア集中排除原則違反事例への対応の兼ね合いから同心とブロックし三者連合を組んでいる中日新聞社との間で3カラジオ局同士の保有株式取引を行った結果中日新聞社が筆頭株主となっていたまた 北海道テレビ放送も開局当初からの大株主の一つで HTB とは編成面等で交流がある。愛称の AirG は開局10年目の1992年から使用している。Air は a i r レーで共感の世界を広げていくという意味があり G には G Great とリスナーに喜んでもらいたいという願いが込められている。 また十五周年以降は、ステーションメッセージを制定。開局十五周年の九百九十七年は、ハグハグキスキス、エアー・ジー。開局二十周年を前に二千一年からは、愛することだよ。開局二十五周年を迎えた二千七年は、ほら、隣にいるようそれぞれ制定した。かつては、本社スタジオと時計外ビル廊下の境界である壁に、大きな防音ガラス窓を取り付け、 放送中のスタジオを一般に公開していた。現在は撤去され、一般公開も行っていない。JFN 系列であるが、東京 FM 制作の同時ネット番組の比率が、平日日中において比較的低く、自社制作の割合が多い。2013年6月から3年間社長を務めた、宇佐美陽子は、北海道うちの民放では、初の女性社長だった。 関連会社として製作プロダクションのエアジーワークスを有する企業団体は当時の名称出典、2005年1月19日発表の総務省報道資料放送事業者への出資状況に関する点検結果によると総務省が2004年11月19日付で民間放送事業者に求めた報告で同心が47.5% HTB が14.0%出資していたことが明らかにされた。同心は放送エリアが同一である UHB に48.1%の出資を行っており、また HTB は自社と放送エリアが同一のため、いずれも当社に対する10%を超える出資はマスメディア集中排除原則に抵触していた。このため同心は 同じブロック市三社連合に属する中日などに保有株を売却し、保有比率を上限いっぱいの10%に抑えた。逆に、同心は中日がやはり制限を超えて保有していた、ミエ FM 放送株式の19.9%相当分と、ジップ FM 株式の10%相当を受け取っている。 1992年3月31日2003年3月31日2010年3月31日悪天候などによってキー局の FM 東京から SAA の通信ができない場合には FM 北海道から通信 SAA アップリンク市 JFN 加盟局に配信することになっている。また多額の回線費用がかかる道内各中継所への 中継回線にもコスト削減から同じ衛星が使われている。当初は NTT 中継回線が使われていたが、文字多重放送の北海道内全域での開始を機に、1996年頃に衛星回線に移行した。そのため受信の際、札幌地区以外の地域では、日本標準時より0.5秒の遅れが発生する。札幌大通中継局がある。 札幌テレビ等7つの機関送信所は整備されているが中継局が少ないため各地区とも受信困難な地域がある。ただしこれらの地域でもラジコでの聴取は可能。送信所、中継局の多くは北海道文化放送など既存放送局の送信施設を使用している。札幌市内と北広島市の一部地域では ケーブルテレビ局 JCOM 札幌を通じて受信できるほか、直接受信が困難な地域では、優先放送を契約して聴取することができる。オープニングでは BGM が流れ、高山秀樹アナウンサーの声で、コールサイン、放送局名、各地周波数、コールサイン、放送局名が読み上げられる。クロージングについては、 クロージング最初のジングルはオープニングと異なるジングルが使用されている。オープニングは毎週月曜日の4時57分頃、クロージングについては毎週日曜日の26時に放送されている。カテゴリー、エアー G ーの番組も参照。2021年4月現在、太字は自社制作番組、平日週末過去の自社制作番組など、ありがとうございます。